インドアンによる配線分析がチャギと次元が違うと話題に。インドアンが厳しい批判、勝利は私たちの手中にあったのに、自ら放棄したんだ。ああいったファールの場面ではボールに確実に触れなければならない。それでゴールキーパーが阻止できるかもしれない。そこまでやっても、ゴールを許すかもしれない。でも、選手を失うよりはマシだよ。シャビが審判に矛先そらす中、CL で10人で勝つのは無理ゲーってはっきり言ってるデュンドアン容赦なくて好き。本当にデュンドアンがかわいそう、いい加減解放してあげて。デュンドアンは妻のバルセロナ移住希望の一番の犠牲者。デュンドアン、マジでシティに戻ってきてくれ。今回のジャッジに文句つけるのはさすがにおかしいよ。それ以上に洗うほどカンセロがアホやっただけ。デュンドアンのとこが怪しかったけど、あれを取られなかったのも納得できる範囲。チャビ負けたら毎回審判のせいにする。確かに試合は壊れたけど、判断は妥当でしょ。特にチャビの退場は。審判の文句をチャビが言うと原因はどうであれ、クスッとしてしまう。なお、試合後にはルイス・エンリケもチャビは煽った。エンリケ、レッドカードは試合の結果に影響していないよ。それはそうとチャビは理想的な監督だ。これからもバルセロナの監督を続けてほしいね。大皮肉で草。うんし。実はめちゃくちゃ結果出してたのに辞めさせられた古巣を任すこういうの好き。そしてラブコールを出すクソっぷり。バルサはチーム同行より経営陣をどうにかすべし。ルイス・エンリケとデンベレに引導を渡されるシャビさんとバルサ。バルセロナさん四方八方から煽られてて笑う。